羊、それは使えるもの。羊、それは貸し付くもの。羊、それは主の生活すべてをサポートするフォーマルな守護者。そう、これは一人の少女のため命を懸けて戦う少年の超コンバットバトルストーリーなのである。ってナレーション早いよ。僕は